なんだろう、田辺を見たいと思って北海道も、もしっていう方がいたら、美味しいもの食べて美味しかったね。そうなんだけどさ、そう、神フレ、田辺は神フレの渡し会の方になります。東京で、そうなんですよ。いや、出たかったな。ココちゃん寂しいね。寂しい、そう、寂しいです。なんか初めてさ、チームのそういうライブとかしたことなかったから、すごいめっちゃ出たくって、出たかったんですよ本当はね。だけど日にちがかぶってしまい、どっちなんだろうってね、なって、なんでかぶっちゃったんだろうと思ったりもしたけど、ね、どっちも大事だから、うんって。2公演あるからいいんだけどさ、ね、そうなんだよね。ごめんなさい、もし、もし田辺を追いかけて北海道行きますっていう方がいらしたら本当にごめんなさい。優しい、お土産買うって嬉しい、優しいですね。もうでも髪触れも大事じゃないですか。髪触れも確か絶対大事なんです。どっちもすごく大事なんですよ。どっちもすごく大事なんですよ。でもチームで初めてライブ出れないんだと思って、なあ、日にちかぶっちゃったんだと思って、結構ショックでした。うん、悲しい本当に。ね、そう、体半分に分けれたらさ、いけたんだけどさ、そうなんですよね。確かにファンの皆さんは半分こになっちゃいますね。打ち上げとかなんか、うーんとかじゃなくて、普通にチームのやつ出たかったなって感じ。しょうがないんだけどね。だから北海道行かれる方は思いっきり楽しんできてください。北海道テレビは渋谷の方でお待ちしてます。私からもとっても楽しみです。
なんでかぶったの？しょうがないけど。なんかライトついちゃった。その分名古屋の方楽しもうって、そう、あ、よくわかりましたね。カラコンでなんです、今日。なんかすごい、ただ普段コンタクトなんですよ。コンタクトで、コンタクトってさ、ただ2ウィークなんですけど洗うじゃないですか。なんか今日すっごい、絶対なんか今日なんか洗う気力が起こんないだろうなって朝思ってカラコンにしたんです。カラコンだとワンデーのやつだから。よくわかりましたね。これカラコンとわかります？絶対わかんないと思った。このカラコンはちなみにあんまり良くないカラコンですね。なんかね、ちょっとグレーっぽい感じなんですけど、わかる？グレーっぽい感じなんですけど、色素がちょっと。眉毛を描かさせてもらいました。そう、あんま良くないんですよ、このカラコン。なんかね、わかんない、テレビに合ってないらしくて、なんかね、黒目が小さくなるんです。なんで黒目が小さくなるっていうか、似合ってない、なんかね、ダメなんですよ、合わないんですよ、このカラコン。でもカラコンタイム別に普段そこまでしないから、よっぽどのことがない限りしないから、なんかさ、なんかカラコン、まあ、たまにするんですけど、気分変えたい時とか、トーク会とか、まあ、公演とかもたまにあるかな。だけどカラコンするとさ、写真撮ってもらった時にさ、目死んでるようになっちゃうの。田辺だけだと思うんだけど、多分普段つけてないからこそそう思っちゃうんだろうけど、なんかね、目が死んでる人になっちゃうから、カラコンあんましないんですよね。髪めっちゃ伸びたんですよね。そう、全然おしゃれのためじゃなくって、今日はもうなんかもう本当に今日はなんかなんかすっごい何にもする気が起きないだろうなと思って、なんかもう朝の時点で
帰ってきてコンタクト洗うのすっごいめんどくさいと思ってカラコンにしたの、ワンデーのやつにした。何かまつげが、なんかメガネでも全然いいんですよ。なんかメガネでも全然いいんですけど、曇っちゃうから大変なんですよね。メイク変えた、あの今日眉毛しか変えてないんです。だからマスクなんです。ごめんなさい。メガネするとさ、めっちゃ曇りますよね。今日は何にもする気が起きなくって。そういう日もありますよね。きっと土曜日だからだきっと土曜日だからだ。はい、だと思ってるんですけど、今日ね、お部屋のさ、匂いのやつなんて言うんだっけ、芳香剤、買ったんですよ。芳香剤、ありがとうございます。芳香剤めっちゃいい匂い。もうターネの部屋はもうめちゃくちゃいい匂い。何の匂い？書いてないや。なんか英語で書いてあるから読めないですね。口コミでいいやつを買いました。口コミがいいやつってやっぱりみんながいい匂いって思うってことは、それぐらいやっぱりいい匂いだから、いい匂いでしたね。でもなんか日本語でちょっと書いてあったら、なんかフラワーみたいな、フラワーなんちゃらみたいな感じだった気がする。なんか香りが徐々にこの香りからどんどんこう変化していきますみたいな感じで裏には書いてあったけど、全然その違いがわからない。まあとりあえずお部屋いい匂いだからいいか。ジラピケのルームフレグランス買った。ええやジラピケ、ジラピケってさ、めっちゃいい匂いですよね。みゆきもね、前誰かの、誰だったかな、誕生日プレゼントにジラピケのね、そう、匂いのやつプレゼントした。いい匂い、かわいい、見た目もかわいいしね、ジラピケって。女の子はもらったら嬉しいかなと思ってプレゼント。なんかさ、そういうさ、ジェラピケとかってさ、ジェラピケにも限らずなんだけど、田辺プレゼント選ぶときいつも選んじゃう、なんて言うんだろう、自分がっていうか、可愛いと思うけど自分だとなかなか買わないやつ、いつも選ぶようにしてる。そう、だからジラピケぴったしじゃんと思って、ジラピケ。いっちゃんおしゃれ女子やん。そうなんですね。
いっちゃん意外と女子力高い。意外とは何と思われてたんですか田辺。そうです、そうよくさプレゼントで、みずきもね前めちゃくちゃね、なんかね、いやわかる、プレゼントで悩む時間も楽しいけど、尋常じゃない時間悩んじゃう人なの、プレゼントあげるときにすっごい悩む人なの、すっごい悩む人なんだけど、最近そういう考え、自分じゃなかなか買わないだろうなみたいな、だけど可愛いと思うものとか、そういう風に考えたら、なんかそういう風に考えたら、なんか選ぶのも楽しいし、それで絶対そういうのって喜んでくれるじゃないですか、それで喜んでくれるかなと思ったら、それも嬉しくて楽しいです、プレゼントか。バカみたいな悩むんですよね、みずき。なえちゃん、なんでマスクなの？眉毛しか描いてないからです。プレゼント選ぶのめっちゃ楽しいんですよね。あ、そう、田辺のじゃない、ファンクラブの開放見ました？ドレス、マスクでかいかな、紐が緩いだけなのかなとかって、ね、見ました。なんかあのドレスは着てる人がまだ全然いなくって、なんかテレビいつもね、ああいう衣装の時さ、自分だと、いや本当に優柔不断なんですよ、水木って。優柔不断だから、ああいうなんかの撮影で衣装あります、ちょっと選べます、メンバーが選べますっていう時さ、いつも衣装さんに、どれがいいですかね、どれ田辺似合いそうですかっていつも聞いてるんですよね。なんかそういうところ適当なんですよね、田辺。ドレス似合ってた、やったね。田辺みずきちゃんって子が可愛すぎて次のページに進みませんでした。いいじゃん進まなくてもいいんじゃないんですか、じっくり見た後に読み進めてください。あ、子供の水木、子供の水木はね、なんか口が変わらないねって言われた。わかんない。自分で自分のことって全然わかんないから、わかんないな。すごいですよね、ドレス、あんなドレス着る機会なかなかないからさ、嬉しかったし、なんかすごかったですよね、重かった。ねえ、わかる、ファンクラブのあのさ、あの開放マジでさ面白いし、結構さしっかりしてるしさ、面白いから絶対さ
撮ったことない人、全然宣伝とかじゃなくってあれだと思う、入った方がいいと思う。すごくない？あんなさしっかりしててめっちゃ面白いもん。田辺も毎回楽しみにしてる、あれもらうの。田辺はメンバーだからさ、もらえるんですよ。ね、いや本当に面白い。田辺もめっちゃじっくり読んじゃうもん、面白い。そうやで、メンバーはもらえるんですよ。すまんな。うん、確かにメンバーになってもらえなかったらそれはそれで「ください!」って圧をかけに行く田辺は。うん、あの解放のさ写真撮ったの多分12月くらい、12月ですね。だから結構髪伸びてると思う。めっちゃ伸びてる、すごい伸びてるくないですか？なんか髪の毛さ、普通にさ髪の毛乾かした後とか肩にちょうど当たるから自然と全部外跳ねになっちゃうから、外跳ねの方が楽なんですよね、した方が。今日は明日の公演、明日公演だから一回踊ってきたんですよ。はあはあ。踊って、結構割と全力で踊って、めっちゃちょっとヘトヘトなんですよね。なんで今日こんな疲れてるの？なんかしたっけ？今日はでもずっとなんか体を動かしてたんですよね。そうそう、明日里川さんの生誕祭なんですよ。ねえ、そう、キミちゃん髪赤いんですよ、めっちゃ可愛い。キミちゃんって何色も似合うからいいですよね。なんかさ、ちょっとゆっくり寝れるんですよ。ゆっくり寝れる日とかあるじゃないですか、午後からお仕事とかさ、まあ、なんかそんな朝早く起きなくていい時あるじゃないですか。そういう時にも最近なんか決まった時間にめっちゃ早く目覚めるの。明日は皆さんからしたらそれが当たり前なんだろうけど、6時とか
7時ぐらいに目が覚めるんですよ。全然寝れてなくて、それでもう一回寝るみたいな感じだから、だから多分体が疲れてるんだと思う。確かにキリちゃんの髪色で撮影時期わかる。それはそう、確かに赤だもんね。赤いつだった、いつなんだ。あ、でも髪フレのあのジャケ写が赤だから、やっぱり去年の冬とかか多分。そうだから今日はいっぱい寝れたらいいな。いっぱいは寝てるんだけど寝れてないみたいな。体は休めてるけど頭が休んでないみたそう、1回でしっかり寝たいのけど、その1回で寝るっていうのがなかなかできなくって、梅雨だからか。ちゃん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 。最近アイドルっぽい歌ばっかり聞いてる。今日 TikTok さ、 TikTok 見てたらストーリーにもしたんですけど、なんだっけ、チャンスの順番じゃなくて、なんだっけ、気まぐれファンタジー、あ、呼び捨てファンタジーだ気まぐれファンタジーとか呼び捨てファンタジーが流れてきて懐かしいと思って聞いて、久しぶりにさ、昔ってさ、ちっちゃい頃ってさ、小学生ぐらいの時ってさ、歌詞じゃなくてメロディーで、メロディーが好きみたいな感じじゃないですか。久しぶりに歌詞をちゃんとじっくり見たらめっちゃ歌詞が可愛くってびっくりした。え、そう、ココナさんが共感してくれてたんですよ。連絡っていうか来ました。待って、ココナさんも聞いてる、運命これってみたいな感じかわいい。さっき YouTube で呼び捨てファンタジー調べてちょっと見てた。いや、そうそうそう、 DM 来たんですよ、ココナさんから。かわいいよね。ゆきりんさん、柏木ゆきさんが最初に歌いますよね。チーム B？ タナベはファンの方を呼び捨てにはしません。呼び捨て苦手なんですよね。だから田辺さん、多分メンバーで呼び捨てにしてる人とかあんまりいないでしょ。いなくない？田辺呼び捨てで呼ぶの苦手なんですよね。ふざけて呼び捨てで呼ぶときはあるけど、あんま呼び捨てしない。呼び捨てで呼ば、メンバーが呼び捨てで呼ばれるのは嬉しいけど、
メンバーとか友達から。うん、中坂はまあ中坂いた中坂いた中坂呼んでた。なんか中坂は自分のこと中坂っていうから中坂って呼んじゃうんですよね。中坂めちゃくちゃ呼びやすい。中坂違う、なんか違う、あの下の名前で呼び捨てってこと。すごいですね中坂、すごいね。何にも分かんなかった。最初中ちゃんって呼んでたんだよね、水木も。だけどなんか中坂って呼ぶようになっちゃった。気づいたら中坂。確かにモーさんも池田って呼んでる。なんで飼い主だけそんな強いの、モーさん確かに池田みたいな池田っていう意味じゃん。面白い。なんで飼い主だけ、どうしたの。めっちゃ面白くない。しかもなんかさ、カイニャンってもうカイニャンなのになんか池田って呼ばれてるのがめっちゃ面白い。なんだろう、同期からみんなさ、カイニャンみたいなさ感じなのに。めっちゃ面白いんだけど、ももさんが池田って呼んでる、なんで池田って呼んでるんだろう。聞いてみよう今度。めっちゃ気になっちゃう。めっちゃ面白くないですか。ひな、うん、まあ、水木ひなぴよって呼んでるけどね。あおみさんって呼んでるけど、水木ひなぴよって呼んでる。あー確かに池田。あー同級生だと思ってんのかな。なんだろう、年齢が同じくらいだと思ってんのかな。大丈夫かいにゃん、かいにゃんちょっとももたんにちょっと舐められてるんじゃない。めっちゃ面白いんだけど。面白い。でなんかまたももたんが呼ぶのが面白いんですよ、池田って。他のメンバーがさ池田って呼んでたって言ったら、あ仲いいんだなんだけど、ももたんが池田って呼ぶのが面白い。ダヤに対してもなんとかちゃんとかさ、メンバーのその公式なあだ名で呼んだりするのになんか面白いよね。チキンアミちゃんがやはり読みよう。じゃああれだ、やっぱり年下の、どうなんだろう。でも倉島さんはなんでやはりさんのことやはりって呼んでたんだろうね。面白いな、そういうの面白いですよね。そうなの、そうなの。そんな呼び捨てのキャラでもないじゃん、カイニャンってさ。池田、まあ、なんか先輩から確かに池田って呼ばれてる。ゆずさんとか、池田って呼んでるけど、確かにね。呼んでるけど、モンタンが呼ぶってめっちゃ面白い。
でもさ、倉島さんってさ、意外となんか、意外とっていうか結構さっぱりしてるじゃん、性格がさっぱりしてるじゃないですか。確かに野村呼んでる、あ、思ったんだ水木も、あ、野村呼びなんだと思ったんだよね。宮丸さんかっこいいですよね、野村。みっちゃんも名字で呼ばれた、え、田辺って誰かに呼ばれてない？水木、田辺って誰かに呼ばれてるぞ、誰だろう。ああ菅原さんだったそう、菅原さんに田辺って呼ばれてる。ありがとうございます。早い皆さん。そうそうそう。でも確かに菅原さんくらいじゃない？田辺呼びは。タラレって呼ぶねって呼ばれました。おみつは須田さん、熊崎さんは多分おみつじゃない、みつ、おみ、おみつ、おみつかな、みつかな。タラレがおが聞こえないだけなのかな。おみつ、おみつ、みつみたいなそうね、あとひなびやがみずきのことなべちゃんって。でこの間さ、誰か先輩とさ話してる時に、ひなぴよ、ひなぴよがなんとかだったんですよってみずきが言ったらさ、すっごいハテナみたいな顔されて、え、誰みたいな顔されたの、ひなぴよがなんとか、ひなぴよとかなんとかですよねみたいな感じで言ったら、すっごい、え、みたいな顔されて、そしたらあれだった。なんか、あ、え、そっか、え、天海さん、ひなぴよ、ひなぴよなの、え、天海さんってひなぴよなのって言われて、え、そうですよみたいな。先輩にもあんま浸透してない何かね、ひなぴよっていうのよりも青海っていう名字が珍しいから、そこのインパクトが勝っちゃうんだろうね、みんな。だから青海さん、青海ちゃん、青海になるんだろうね。ほらほら、ぴよ感はない、もうそれはまあね、確かにないんですけど。でも、あ、キニちゃんは赤堀もめちゃくちゃ珍しいけど、キミエも強いじゃん、名前のインパクトが珍しいじゃん。どっちも珍しいとやっぱり下の名前が勝っちゃうんじゃない？多分そうだと思います。キニちゃんってめっちゃ呼びやすいよね。
初見です、ありがとうございます。入り内島は呼びにくいでしょ。入り内島6文字ありますよ。そりゃさやかちゃんになります。入り内島ちゃんって言ってたらさ、もうその入り内ぐらいらへんでさ、なんかもし急いでる時に危ないってさ、例えばボールが飛んできてさ、入り内島ちゃん危ないって言って、入り内らへんでさ、もうボールパーンってさやかちゃんに当たってるから。ごめん、めっちゃ例え雑なんですけど、大変じゃないですか。助けれない、本当に、さやかちゃん。入りうじ、うじ、噛んじゃう、入りうじじゅー、みたいな。40分まで配信しますね。そうそう、ジゲムジゲムみたいな、そういうことですよ。名前が長すぎてその人を助けられないみたいな。なんか全然話変わるんですけどいいですか、変わっても。まあ、ダメって言っても多分変わるんですけど、最近めっちゃもう一つやりたい曲が、前から思ったんですけど、最近っていうか前から思ってたんですけど、すごいやりたい曲が増えたんです。いつかやってみたい曲、なんだと思います？予想してみてください。片配じゃ、あの SK の曲じゃないですね、ごめんなさい。ユニット曲かな、あれは。お、うん、卒業公演とか。AKB。めちゃくちゃヒント言いました。じゃあもう答え出てるから言っちゃいましょうか。言っちゃおうかな。あれです、涙の表面張力やってみたいんですよね、いつか。まあ、ツアーの時からめっちゃかっこいいと思ってて見てたんですけど、かっこいいよね。見ました、本田ひとみさんがやってるの。めっちゃかっこよかった。本田ひとみさんの歌声めっちゃ好きなんですよね。めっちゃ可愛い声、ダンスもすごい好き。キリキリ
ね、エゴサやってましたよね。思った思った。いつかやってみたい。でもめちゃくちゃ難しそう。覚えるのがめちゃくちゃ大変そう。見てみたいが増えました。あ、そうそうそう。エゴさんとみよまるさんもいたな。ちゃん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 。やりたい。かっこいいなと思った。でもね、絶対難しいんだけど。絶対難しいんだけど、かっこいい。かっこいいよね。別に誰とやるとかはないんですよ。やってみたい、いつか。だってユニットってさ、誰とやっても楽しくない？誰とやっても楽しくない？難しいけど挑戦してみたい。なんかさ、なんだっけ、そう、思い出以上がさ、やっちゃったじゃん、田辺さ、あの制服の目公演で。まさかそんなんできると思わなかったから。え、言ってましたよね、田辺制服の目公演やる前からさ、思い出以上かっこいいやってみたいみたいな言ってなかったっけ。口に出してなかったかな。憧れ、憧れっていうのはあんま口に出してなかった。そうそうそう、思い出以上が思ったよりも早くできちゃって。でももう一回やりたいな、思い出以上。楽しいから。なんかああいうかっこいい系の曲結構好きなんですよ、田辺。いや、冬ちゃんと桃ちゃん、じゃあ一緒にやるなら、フィンランドミラクル。フィンランドミラクル。あと水木、あれがめっちゃ可愛かったから、あれも見たい、あれもやってみたい。初恋よこんにちは、あれの熊崎さんが、本当に可愛かった。可愛いって言ってたもん、もうずっと言ってたの、画面の前で。なんか楽屋の方にもね、画面があって、モニターの映ってるやつが見えたんですよ。マジで可愛かった。可愛いって言ってた。ミルキーの枯れ葉できるかな。虫のバー。夏恋よこんにちは、めっちゃ可愛かった。いや、アメピもやりたいですよ、いつか。なんだっけな、この胸のバーコードとかもやってみたい。あー、セリフあるのか。初恋よこんにちは。あー、ちょっと迷っちゃうな、それは。セリフがあった、そうじゃん。
棒読みになっちゃう田辺。はじめまして言えるけどさ、そうああいうセリフって相当さスイッチ入ってないと言えないんですよね。田辺赤くなっちゃった。禁じられた、禁じられた2人って世界観にめっちゃすぐヒュッて入れる。なんでだろう、音楽かな、なんかヒュッて入れるんですよ。そうで12周年、そうじゃん、え、そうじゃん、やきもきやったじゃん。みずき今すごいウィンブルドンしかやったことないな、ユニットって思ってたらやきもきしてたじゃない。田辺12周年でやきもきしてたじゃん。すごいなんか知らない曲がいっぱいある。タイミーの知らない曲まだまだいっぱいあるんだな。青いレモン、じゃあオルエス、右足エビデンス、ジェリービーンズ、あー可愛いですよね。あれもやきもき、やきもき、あーやきもき、やきもき、やきもき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 、どっちが正解ですか。やきもきやきもき、でもいやでもでもね、わかるね、たぶんね、ワルキーめっちゃ可愛いと思うの。自分にでも可愛い、ワルキー見るといつもテンション上がっちゃうもん。田辺誰かがワルキーやってるとテンション上がっちゃうから、自分うんやってみたいけどできるかなっていうのがある。今からワルキー可愛いよね。やが強い、やきもき、やきもき。やきもき、やきもき、やきもき。いやわかる、 NNB のピークめっちゃかっこいいよね。わかるよ、この間のさ卒業公演、チェリーさんの卒コンの時あるじゃん、めっちゃかっこよかった、マジで。タタタタタねえ、わかる。ああやって見るといっぱいいろんな曲があるんだなって思うよね。そうな、アリーツーさんのね、うん、いっぱいあるね、曲。
曲って、なんかさっき思いついたんだけど、なんか忘れたな、可愛い曲思い出したんだ。あ、そう、キャンディキャンディキャンディ、コメントに流れてた。キャンディも可愛いんですよね、めっちゃ可愛かった、あれ12周年の時も。最近アイドルの歌めっちゃ聴くんですよ、田辺。なんとなく察するとは思うんですけど。マックス時ね、めっちゃいい歌ですよね、あの歌。なんかあの歌ってさ、すごい切ないっていうかさ、すごい新潟にいた時、初めて聴いた時すごいなんか感動したのを覚えてる。飴食べさ、飴食べないです、食べないです、さすがに食べません。わかんない、相当お腹減ってたら食べるかもしれないけど。なんか峯岸さんの卒業ライブ見てたらさ、アイドルって素晴らしいな、すぐもう影響されるんだけど、素晴らしいなって思っちゃってね、いっぱい見ちゃうんですよね。ね、いつか歌えたらまあ嬉しいですね、マックス時もね。もう時間過ぎてるかな、あ、過ぎてたという感じで、そろそろ配信終わりたいと思います。ごめんなさい、また配信しますね。明日は里香穂さんの卒業公演なので、皆さん DMM やらなんやらで見てくれると嬉しいです。田辺も出ます。今日はすっぴんなので、あんまり Twitter とかに写真をあげないでいただけるととっても嬉しいです。それではありがとうございました。卒業って言っちゃった、生誕祭、生誕祭、ごめんなさい、生誕祭です、ごめんね、全然しない、ごめんなさい、マジでごめんなさい。峯岸さんの話してたから卒業って言っちゃった、生誕祭、ごめんね。里香穂さんの生誕祭、明日はあれなので見てね、ごめんね、本当にごめんなさい本当にごめんなさい、ね、ちょっとタメも疲れてるのかもしれない、はい、しかもさ、一番さやばいの、今さ、今のこの話で一番やばいのってさ、言った本人が気づいてないっていうのがやばいですよね。言った本人が間違いを言ったってことに気づいてないのがやばいですね。ごめんね。あの皆さん、こういうことを水木本当によくあるから、自分の頭では生誕祭だと思ってるのに口だけ違うこと言ってること結構あるから、そういう時すぐ教えてください、これからも。はい、という感じでありたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。